種子銀行の目的。皆さんは別として、種子銀行といってもほとんどの日本人にとっては聞き慣れない言葉だと思います。しかし今紛れもなくこの銀行システムは着々と進んでいるのです。このシステムの構造の下書きになっているのは国際農業研究協議グループの遺伝子銀行やノルウェー領に建造された終末種子貯蔵庫ですが、終末種子貯蔵庫はあの某迷惑お金持ちのビルちゃん&メルちゃんの財団の基金、それから某石油王のロックなんちゃら財団、モンサント社、シンジェンタ財団などが各自数千ドルを投資して北極圏ノルウェー領のスバールバル諸島の山に建造した世界種子貯蔵庫となっています。ノルウェー政府の説明によれば、核戦争や地球温暖化などで種子が絶滅しても再生できるように保存するのが目的とされており、この貯蔵庫は自動センサーと2つのエアロックを備え、厚さ1メートルの鋼鉄筋コンクリートの壁でできているとのこと。また爆発などにも耐える20ドアになっているといったことから、世界の権力者がいかに有事を予測し備えているかが伺えます。まあこの場合有事を起こすのも権力者でしょうが、北極点から約 1000km、マイナス6度の米球凍土層深くに建てられた終末種子貯蔵庫には、さらに低温のマイナス18度の冷蔵庫3室があり、450万の種子を貯蔵できるようになっています。しかし、果たして人類が未曽有の危機にさらされたとして、この貯蔵庫から冷血種子を取り出し、食料生産を再開することはできるのでしょうか？実際のところ、マイナス18度で冷凍保存されていた種をまいてみたところ、その8割が発芽しなかったという報告もされていますが、なんと遺伝子銀行が所有している種のうち約200万種は異なる種子とも言われていますから、いかなる低温でも発芽できるような、これまでにはなかったような種なのかもしれません。もういないことを祈りますが、有事の際この種子銀行が人類を救ってくれるノアの箱舟などと思っている方は、いい加減に権力に盲信するのをやめて目を覚ましていただきたい。かつてロックなんちゃら財団は食糧危機を克服するという名目で緑の改革というプロジェクトを推進しました。緑の改革と聞くとなんとなく聞こえはよろしいのですが、蓋を開けてみれば緑の改革とは石油製品である化学肥料や農薬、遺伝子組み換えを大量に使うことが大前提でした。その後世界中の政治家は金で叩かれ、あるいは出世欲に溺れ、はたまた脅しに負けて、各国の伝統的な農業の多くは破壊され、農薬や遺伝子組み換え作物などが次から次へと導入されていくことになります。何が言いたいのかといえば、種子バンクを作ったものと世界中の作物を劣化させ続けてきたものは同一人物、同一勢力だということ。さらにロックなんちゃら財団に関して言えば、現代医療を支配している勢力とも言えます。うがった見方で極論言えば、人々を不健康にして、さらに世界中の種を消滅、劣化させ、近未来、自然災害か戦争を意図的に起こし、自分たちが所有する種子や医療によって混乱し、不健康になった人類を徹底的に管理することも可能になります。日本では有機リン系農薬の使用開始の1980年から2010年のたった30年間で、パーキンソン病関連疾患が 13.6% も増加しています。有機リン系農薬の使用開始とパーキンソン病関連疾患の増加はイコールです。さらに子供の IQ の低下とイコールとの発表もあります。日本では危険な農薬を減らすどころか、ネオニコ系農薬の使用量は過去10年間で3倍増。これと並行するように発達障害が増加の一途をたどっています。さらにさらに、日本人の多くは母体の胎盤関門経由で幼児期からネオニコの暴露を受けていますが、この農薬は複合毒性が強く、他の農薬と合わせて使うと毒性が数百倍からなんと千倍に増幅されます。ネオニコなどによって腸内環境が異常になると脳や精神に悪影響が出ることもあるのです。さて、今回のなんちゃら騒動に伴い、世界19カ国は食料の輸出を禁止にしたよね。F1 の種子、ゲノム編集、遺伝子組み換え種子は一代限りで、残った種をまいてもほぼ収穫不可能とされています。このままこんな種に日本人が頼っていたら、種を供給する者が難癖をつけ供給をストップした途端、日本国民全員が飢える可能性も十分にありえます。国際農業研究グループはロックなんちゃら財団とフォード財団によって1972年に設立されました。現在国際農業研究協力グループが所有する15の遺伝子銀行を合わせると650万以上の種を所有していることになります。
そんな中、知ってか知らずか世界では有機農業が急速に拡大しています。ちなみに日本の有機農家数は全農家のうち 0.5% のみとなっています。今まさに伝統的な日本の安全な農業復活が急がれるということ。日本の種を守るには日本の消費者がより安全なものを調べ、選び、購入し、食べるといった選択するという行動以外にありません。消費者の意識だけが劣化した危険な食を安全な食へ変えることができるのです。皆さん、もう黙るのはやめにしましょう。Oh, oh, oh.